落合博満さん、YouTube で謎のおじいさんと対談してしまう。何しとるんや。地上波より豪華で草。あら、マジで？富野はまだかよ。共通の話題あるんか。組み合わせ謎すぎて笑う。富野と対談させろ。なんか喋ることあるんか？どっちもビッグネームだけど絵面に PV を稼ぐだけの力がない。ジジイとジジイが喋ってるだけやん。せめて宮崎駿と喋れよ。対談崩壊しそうやけど。何について話したのか気になりすぎる。意味不明で草。福士とパヤオの息子に対談させた方が再生回数伸びそう。鈴木敏夫って中日ファンで落合ファンなんやな。この前やってた NHK の宮崎駿の特集でも中日のマスクして出てたし、矢野と誠二さんの方が豪華やん。ジブリ声優福士あるな。松本と庵野みたいな組み合わせだな。確か中日の優勝パレードのイベントに参加してた記憶。何話してたん？ガンダムと馬娘見てんだからジブリの話くらいできるやろ。落合兄豚やし。落合は兄豚、鈴木敏夫は中二ドラファン、相思相愛やね。なんやんねんこの組み合わせ。ご視聴ありがとうございました。